秋氏のゲーム部屋。皆さんこんにちは、秋氏と申します。皆さん新年明けましておめでとうございます。この動画の他にもですね、今日は動画を投稿しておりまして、そちらでですね、新年のご挨拶とちょっとねお知らせがありますんで、そちらもねぜひ見ていただきたいんですけれども、今日はですね新年一発目テラテック動画、視聴者さんの期待を紹介させていただこうと思っております。というのもですね、新年にふさわしいもうド派手なですねリクエストをいただいてるんで紹介させていただきます。砂の惑星さんという方がですね制作したこちら、期待というよりもねデータですね、実験棟のデータ、はい、こちら機体集でございます。砂の惑星さんが作った機体がですねこんな感じでミュージアムみたいな感じでねバーって並んでる、こういうデータですね。ちょっとね機体が多いんでねかなり重たくなっちゃってるんでね、ちょっとカクカクしちゃうんですけれども、こんな感じでですね 1,2,3,4,5,12,13,14,15,15 機ですね。これ紹介しきれるかな。はい、ちょっとどんどん紹介させていただきましょう。はい、まずはこちら最終改造型ミサイル艦、こちら動かしてみましょう。ちょっと重たいんで、はい、あの子たちからちょっと距離を取ったら軽くなるんで、ちょっと移動しますね。おお、ジオコープとホークアイ社のキャタピラが混合で使われてますね。これなかなか面白いですね。そして側面にはショットガン、レールガン、迫撃砲、アバランチなどがついています。基本的にもうミサイルの数がやばい感じですね。いいねいいね。弾道ミサイルがね90個近くありましたね。見たらまさに動くミサイル艦ですね。おおミサイルの数やば。はい、一瞬で敵が解けた。はい、続きましてこちら箱という名前ですね。多分これ半重力ユニットで浮くと思うんで、ちょっと充電しますね。テスラコイルと弾道ミサイルが大量についてますね。お豆腐みたいな。あとガトリングレーザー、これ多分下向きにいっぱいついてるのかな。で半重力ユニットで浮けるようになったらコントロールが効きますね。で多分スラスターもついてるんで前後ろ左右にも動くことができると。これはなかなか面白い機体だ。スカイアンカーを下ろしてみましょう。おお面白いな。下に向かってのこのガトリングレーザーの猛攻、近づいたらテスラコイル、中距離には弾道ミサイルですね。なるほど。いやなかなかちょっと近づくのが怖いな。今ソーラーパネルを展開しているんですけれども、開き切ったらちょっと衛星みたいな見た目になるねこれ。まず下に行ってみます。あーガトリングレーザー。雨のように下の方に行くとガトリングレーザーがちょっと怖いですね。これ車両タイプはミサイルがないと苦労するぞこれ。はい、飛行機タイプにとってはこの弾道ミサイルがちょっと厄介ですね。でね結構硬そうなんだよなこの機体。で近づいたらですねこのテスラコイルですよ。あーテスラコイルの雷撃。これキャンペーンとかでさ拠点の近くに開いたらとりあえず安心ですね。近づいてきたやつをねもう一瞬でテスラコイルでねもう焼き炭にしてしまうんで。はい、続きましてこちら移動要塞改造型、面白い面白い。メカナムホイールで上下左右に動ける移動要塞ですね。ブースターもついてます。すごいすごい。普通に戦える移動要塞。はい、このようにミサイルがね大量に積んでありますね。よしここを拠点にしようって思ったら、はい、このようにジオコープのアンカーがねニョキって出てきて基地になると。結構ね機動力ある基地だね。スラスターとねブースターが結構いっぱいついてます。でこちらもですね四方にテスラコイルがもう山のようについています。はい、敵が攻めてきても結構硬い。基地モードになってしまえばね、はい、こんな感じで充電しながら近づいてくる敵をねテスラコイルでやっつけることができると。そしてまた移動を開始する。いや四方にねこの弾道ミサイル、そして巡航ミサイルもあるんでね攻撃力抜群だね。はい、続きましてコスモノー05。あーこれかっこいいな。もう装甲車って感じですね。迫撃砲と戦艦砲もついてるけど、これ巡航ミサイル何個ついてんの。めちゃめちゃ多いな。うわ78個。いやーこれはぜひともねブロック系に当てたいですよね。ターゲットメガブロックファイヤー。一発。よし次はオメガブロックだ。ロックオンファイヤーウェイ。すげえな。おい、これはなかなか楽しいぞ。ああ、やっという間に破壊。まさに一撃必殺な車両だな。見てこれ。やばない。はい、続きましてこちら、アスタロートマルチ版。はい、ぬるぬるですね、このように。超高機動。いやー、なかなか気持ちいいですね。スラスターとね、ブースターがいっぱいついてますんで。フォルムもね、なかなか変わってますね。おー、超メカニカル。
プロペラゼロ、ベターフューチャー社のスラスター。なかなか高機動ですね。なかなかダメージパフォーマンスがいい武装がたくさんついてますね。巡航ミサイルに弾道ミサイル、自動機関砲にアバランチ。いや、普通に強そうだな。いや、この青い光が綺麗だね。めっちゃスラスターいっぱいついてるから。ファイヤー！出てきた瞬間に、ドガーン！はい、どんどん出てきてください。どんどん出てきてください。はい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 。はい、このように火力はもうめちゃめちゃありますね。そして機動力もあるので、敵の攻撃を避けながら、こちらから攻撃することもできる。やっほーい！ちょっと DPS 測りたいね。さあ、測っちゃおうぜ、DPS。お豆腐に目がけて、ファイヤードーン！さあ、どうだどうだ？最高火力がね、10万ぐらい出る。アベレージで3、4万ぐらいかな。しかもね、この高機動に動きながら、この火力はなかなか脅威ですね。でね、スラスターめっちゃ積んでるんで、横へのね、移動がね、めちゃめちゃ早いんですよ。こんな感じで。こうやってね、左右に動きながら敵の攻撃をかわしつつ、高い DPS でね、攻撃していくっていうのが強いんじゃないかな、なかなか。ホバーバグ機体かな？かなりね、こうやって上昇していくこともできるんで、戦闘に関しては万能ですね。高度も取ることができるし。これはなかなか楽しいわ、気持ちいいわ、使ってて。さあ、続きまして、ヤーユニット2ですね。名前が面白いな。はい、ちょっと前に紹介したコスモの05と結構似てますね。後継機かな？こちらも巡航ミサイルが結構多い。で、アバランチが追加装備されてますね。あとはパラディンついてるね。爆弾を撒き散らしながら走る。はい、先ほどのですね、コスモの05はですね、主な武装が巡航ミサイルと、この戦艦砲なんですよね。結構発射クールがね、長い武装が多いんで、はい、こんな感じでね。弾道ミサイルこそついてるけれども、多分ね、その弱点を解消したのが、ヤーユニット2なのかなって予想します。巡航ミサイルの弱点、発射クールですね。それを補うためにアバランチがついてるんじゃないかな。あ、マグネットがついてるのか。へぇ、パーツの回収もできるのか。なるほど、なるほど。ちょっとシープに打ち込んでみよう。ファイヤードッカーン、いいぞ、いいぞ。はい、続きまして、開会重装追加装備、追加装備。おお、軽い軽い。おお、こちらもホバーバグ機体かな。早いぞ。で、武装は？はい、ミサイル系ですね。おお、なかなか高機動ですね。で、分離ボルトがついてんだよね。分離ボルトを爆発させると、おお、なるほど。プロペラゼロが消えて、はい、このような機体になると。おれー、よし、勝負だ、AI 戦闘機。撃ち落としてくれる。さあ、空中戦だ、オラオラオラ。よし、次々と破壊していく。いいぞ、いいぞ。よし、AI 戦闘機をすべて破壊。よし、戦闘モード、パージ。面白いぞ。敵の攻撃をかわしつつ、弾道ミサイルを当てていく。くらえ、弾道ミサイル、ファイヤー、中断。いやー、高機動なんでね。思い通りに機体が動かせますね。はい、ウラヌスの上に乗っちゃうことだってできちゃうよ。ナメプ、完全にナメプできるね、これ。適当に動いてるだけでどんどん敵が溶けていくな。はい、倒した、早っ。はい、続きましてカイザーですね。面白い名前が多いな。おお、ミサイルか。うわー、おお、すげえ。ミサイルみたいな、ロケットみたいな。最高速度、ブースターを吹かして137キロ。なんかスターウォーズにも出てきそうなフォルムだな。いいね、こういうね、なんか特徴的なデザイン大好きですね。で、ジャイロがね、かなり綺麗に働いてるんで、このようにね、全然ブレない、常に水平を保ってる。これいいですね。これもね、ホバーバグ機体だと思うんだけど、ホバーバグ機体ってね、バランス悪いとね、前とか後ろに傾いちゃったりとかするんだけどね、これはね、常に水平を保ってる。いいね、ファイヤー、これ結構気持ちいいぞ。おすげえな。巡航ミサイル88ですね、ついてるね。はい、続きましてギガプラズマ6。名前にもギガプラズマってついてるぐらいだから、ギガプラズマが、おお、4つかな。おーおーおお、ホバーバグ機体ですね。こちらもギガプラズマをメイン武装とした攻撃機ですね。おー、旋回性能高いから、このように
おりゃギガプラズマスピン、なんてこともできちゃうっていうね。反重力エンジンついてんのかこれ。砂の惑星さんは機体バランス取るの得意ですね。ホバーバグ使っててもね、結構安定してる機体が多いです。僕も見習いたいな、不安定な機体多いから。で操作性ね、かなりいい機体が多いですよ本当に。よし、ちょっとオウムを焼いていこう。オブジェオウムを。おお、さすがギガプラズマ4つついてるからね、一瞬で溶けて硬い崩壊のブロックが。よーい、すごい破壊力、これは気持ちいいわ。はい一瞬にして破壊完了。いやー、なかなか面白い機体が多いぞ。さあ次、小型機ですね。名前の通り小型機だ。確かに今まで紹介した機体のですね、小型バージョンといった印象ですね、パッと見。でも違うのがですね、コレクターがついてますね。はい、このように素材を回収することができると。で拠点に持ち帰って、はいどうぞということですね。なるほど、これはキャンペーンでなかなか使えますね。で小型とはいえね、かなり火力があるから、キャンペーンだったらね、もう十分ですね、これぐらいの火力があれば。さあ次、真打ちかな。はい出ました、真打ち。はい、こちらホバー機ですね。こちらもメイン武装が弾道ミサイル、巡航ミサイル、45式艦砲ですね。で特徴的なのはこの45式艦砲ですね。45式艦砲って横につけても強いですよね。この機体はそれが実感しやすいんじゃないかなと思います。で面白いのはね、これスラスター逆噴射できるの。このようにほら、前後ろにスラスターがついてるんで、逆噴射っつってね、こんな感じでね、面白い、途中で動きをスイッチさせることができるいいねいいね。どっちが前なんだ、どっちが後ろなんだって、こう敵が混乱する機体ですね。自分も混乱しそうだけど。お、やばい、バッテリーが切れた、バッテリーが切れたけど大丈夫だはい、後ろ向きでもこのように45式艦砲がね、普通に火を吹くと、はい、後ろ向きでも問題ない。うえー、はい、続きまして中型機ですね。なるほど、先ほどの小型機を中型化させた機体ですかね。レーザーとかね、マシンガンがねついてます。戦艦砲もつけましたね。でこの顎型プラズマ、見た目もかっこいいですね。ライトもついてるし、はい、先ほどのね小型機と並べてみました。2倍ぐらいの大きさになってますね。いや可愛い、ファミリーみたいで。こちらもですね、資源をですね回収することができますね、このように。はい、顎型プラズマでね、このように資源も採集しやすくなっております。見た目もかっこいいよな、装甲車みたいで。さあ小型機、中型機ときましたと、来たら、はい、大型機でございますね。お、大中小ということですね。はい、中型機からですね、さらにガトリングレーザー、そして対空装備もついてます、リパルサーキャノンでね、ブースターがねかなり増えて機動力が増しております。素材回収機能はなくなった代わりに、攻撃力、機動力が大幅に上昇しております。まあ資源回収はこの小型と中型に任せて、大型機で戦闘していくといった感じですかね。いや並べてみると面白いな。またこちらバイクでございます。おーバイクだ、なるほど。フォークアイ社のですね、ビッグダディタイヤをこう内側に向かってつけてですね、重ねてます。これによって四輪なんだけどバイクっぽい見た目になってるっていうことですね。いやーこれは面白いですよ、ワイルドなバイク。機体を支えるためにスキットもついてます。やっぱねこういう機体はね、砂漠だよね、砂漠を走るに限る。うわーいいねー、楽しい楽しい、かっこいい、あれ道も何のそのですよ。はい、そして最後に紹介するのがこちら、自身のユニットっていう名前だったんでね、多分名前付け忘れだと思うんですけれども、先ほど紹介したバイクのようにこうやって内側にねタイヤを寄せているのと、高火力化したような機体ですね。こっちの方がね傾くんでね、よりバイクっぽいかもしれない、挙動としては。ヘイロータイヤでバランス取ってんのか、なるほどな。
はい、というわけでですね、今日はですね、砂の惑星さんの機体をですね、十数機紹介させていただきました。今ね、ちょっと並べてるんですけれども、次回後編ということでですね、この機体たちと戦っていきたいと思います。何やらですね、砂の惑星さんが作ったもう絶対にクリアさせる気がないターレットランっていうものもですね、お預かりしてるんですよ。なのでね、その2つ2本立てでいきたいと思います。砂の惑星さん、紹介させていただき本当にありがとうございます。今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは後編お楽しみに。またね。